中国武漢市からチャーター機の第1便で帰国したおよそ170人が滞在を続ける勝浦ホテル三日月を千葉県の森田健作知事が視察しました森田知事は出迎えた小高社長を抱き寄せ民間施設で唯一帰国者の受け入れを行っていることに対して感謝の意を伝えました 日本人の私たちが日本人を助けなきゃいけないという、そのようなモののお話を賜ったときにね、うわものすごくね、私はね、彼の気持ちもよく分かったし、千葉県、そして勝浦市もね、できるだけのことをやらなきゃいけないってことをです、ね、俺もな、今度は家族も含めてね、森田知事は今後、県としてホテルへの支援や風評被害への対策を進めていきたいとしています。